You say. Nice to meet you. まず初日でしたけれども、もう1日だけでこのチームの素晴らしさを本当に感じました。それはチームメイトもそうですし、スタッフも本当にプロフェッショナルの集まりだというふうに感じました。もう去年はバッファローで投げましたし、その前は、まあ、一度しかトロントには行ってないですけれども、あそこの、まあ、トロントのファンがどれだけ、ブルージェイズを愛して、熱狂的に情熱的に応援してくれているかっていうのはすごく、まあ、2回しか2次隊行ってないですけど分かりますので、その前ファンの前での投げるっていうのは。In Toronto was a complete game. Yeah, yeah. Buffalo was just dominant. Yeah. But not dominant. Thank you. He hasn't got any sleep. Let him sleep. そうですね。まあ一番の理由はとにかく、すごく、まあ素晴らしい球団、そして本当に世界一を目指している、そういう素晴らしい球団だという印象があったからです。何度か3年間で対戦してますけれども、本当に街も素晴らしいと感じてますし、まあチームの雰囲気も対戦しながらすごくこう明るいチームだというふうに感じてましたので、決断にはそう時間はかからなかったです。まだ深い話というかそんなにできてないですけれども、まあ、今みんなに挨拶をしてすごく、みんな本当に明るくてウェルカムに迎えてくれて、このチームで絶対に結果を出すというかチームに貢献するぞというふうに思いました。